はい、というわけでやってまいりました。今日はね、5月の4日なんですが、緊急事態宣言がね、5月の31日まで延長ということで、免許のね、更新のハガキ、皆さん来てますよね。それ、ちょっと、どうしたらいいのかなと。こういうご時世ね、あまり外にもね、出れないので、皆さん自粛してると思うんですよね。免許更新センターか警察署にね、行きたいなと思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、更新の期限が、過ぎてしまいそうな方は、まあ、申請さえすれば3ヶ月、運転が可能だということですね。で、更新期限がね、過ぎてしまった方はどうしたらいいのかなということなんですけど、まあ、執行からね、最長3年間、かつ、新型コロナウイルスの拡大収束1ヶ月以内の方は、学科試験、技能試験が免除されるらしいですね。それで、まあ、運転免許の再取得が可能だということですね。まあでも気持ち的にね、再取得っていうのはね、ちょっと嫌だなと私も思いまして、まあ7月31日までの更新期限内に、まあ、処理をしてしまいたいなと思いますね。まあ最寄りのね、警察署か免許更新センターに行けばいいんですけども、まあ行きたくないっていう方が結構いらっしゃると思うので、郵送で、受付もできるようになりました。全国もしてると思うんですけど、ちょっと念のためね、皆さん、調べてからね、してくださいね。何がね、いるかっていうと、更新手続き開始申請書っていうものがね、いりますね。これは、ホームページから、警察庁のホームページから、ダウンロードできます。それ下に貼っときますね。で、あと、免許証の、両面のコピー。まあ、免許証のね、両面のコピーがいります。まあ、それコピーするのにコンビニ行かないとダメかもしれないですけどね。で、返信用の封筒がいります。で、送信用の封筒ということで、まあ、この4点が必要になってきますね。で、私ね、誕生日がね、4月の19日だったんですね。で、まあ、ちょっと緊急事態宣言がもう出そうだなという感じが、まあ、漂ってましたんで、3月27日に、明石の免許更新センターにね、行ってきたんですよね。まあ、ちょっとその様子ね、まあ、動画に撮ってたんですけど、まあ、ちょっと出すかどうか悩んでたんですが、まあ、ちょっとせっかくのこの機会なんで、皆さん参考にしていただいたらいかがでしょうか。ではね、その様子こちらです。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、今から免許更新の方へ行こうと思います。今日はね、今から明石の方に、免許更新センターがあるんで、行ってみようと思います。さあ、今こちら、三陸バイパスですね。はい、いきなりね、失敗しました。何を失敗したかというと、いろいろね、忘れてきましたね。では、免許更新センターに今から行こうと思います。更新のハガキ、お知らせのね、ハガキ、皆さん持ってきてくださいね。で、免許更新センターね、お昼休みがあります。朝9時から11時。で、その次ね、1時から3時までの受付ということでね、お昼の12時に行ってもね、受け付けてもらえないということなんで、注意してくださいね。で、ここ、明石ね、更新センター、近くにね、1日500円、ここ、傘も忘れた。なんかね、近くにね、いっぱい駐車場あるんですけど、今の、まあこの1時間じゃ終わらないんでね、1日500円のところに止めた方がいいと思います。では今から、はがきがない状態で、できるか行ってみようと思います。試験場、あれここじゃないんか。あ、向こうや、更新センター。まあ近くにはね、なんかうどん屋さんがあります。まあ、お昼ご飯この辺で食べてもいいんじゃないですかね。正面写真は免許センターで撮れるはずなんで、私は撮りません。これね、免許更新センター。やっぱ免許更新センターってやたらね、献血のあれがありますね。いや、ハガキね、忘れるなんてドキドキですよね。とりあえずね、暗証番号を作って、窓口に行ってみました。
タイで見ながら様子を書いて、書けたら左奥9番ではがきを忘れたと言ってください、はい、はがきなしでも受付できましたね。あとは必要事項を書き込んで窓口へ持っていきます。はがきのない人9番へ。はがき調べてくれるみたいです。あ、はい、あごめんなさい、チェックがあります。3000円ですね。はい、いや手数料はね、あの有料運転者は3000円で済むんですね。いや緊急事態宣言のね前だったんで結構混んでました。受付はね余裕を持って早めに行った方が良さそうですね。あとは写真を撮って教習を受けている間に免許ができます。お帰りください。はい、無事、免許証いただきました。時間かかった時間ね、12時に入って、今お昼の2時です。ちょうど2時間で、終えました。やっぱね、あのゴールド免許でも2時間ぐらいあの拘束されるっていうのはね結構しんどいですね。次ね2025年まで、使えます。で、あの SD カードっていうのをね、申し込んできました。多分ね1週間から10日ぐらいで着くということで、なんかいろんなね特典が、あるみたいですね。はい、というわけで、免許更新センターに行ってきたようでした、私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、免許更新しましたでした。じゃあね、ボーイシュー。